イディナ・メンゼルは、アメリカ合衆国の女優、歌手。ブロードウェイミュージカル、レントのモーリーン役で、トニー賞女演女優賞にノミネートされ、ウィケットのエルファバ役で、同主演女優賞を受賞。また、ディズニー映画、アナと雪の女王で歌唱した、劇中歌、レッド・イット・ゴーが、第86回アカデミー賞歌曲賞を受賞。ニューヨーク州ロングアイランドにて、 ユダヤ系の両親の間に生まれる。1996年のレントのモーリーン役でブロードウェイデビュー。トニー賞の候補になるなど高い評価を受け、一躍有名となる。また、モーリーン役は2005年の映画版でも演じた。その後も順調にキャリアを積み、2003年のウィケットでオズの魔法使いの西の悪い魔女、エルハバの前日誕を、 全身緑色のメイクで演じ、この作品で、トニー賞ミュージカル主演女優賞を受賞した。2006年のウエストエンド公演でも再び演じている。また、ミュージカルのキャストレコーディング CD 以外にも、歌手として2枚アルバムを出している。2013年には、クリー、クリーに出演。2013年に、公開の、童話、雪の女王を題材とした。 ディズニーのアニメーション映画、アナと雪の女王に、雪の女王エルサ役として出演、歌唱した主題歌、レッド・イット・ゴーが第86回アカデミー賞歌曲賞を受賞。日本でも同映画、同曲が人気を博したことから、2014年12月31日の第65回 NHK 紅白歌合戦に出場し、レッド・イット・ゴーを披露した。私生活では、 2003年に、レントで共演したテイディグスと結婚。2009年9月、公式ツイッターで男児を出産したことを発表した。2013年、10年余りの結婚生活の後に、ティグストリ婚。2016年、俳優のアーロン・ローアと婚約。ありがとうございます。